来月3日に告示される県知事選挙を前に、県警は今日、選挙違反取締本部を設置しました。今日は県警本部捜査2課の入り口に取締本部の設置を示す看板が掲げられました。県警では125人体制で各警察署と連携しながら知事選をめぐる違反行為の取り締まりなどに当たります。激しい選挙戦が予想されます。警察としましては選挙の自由と公正を確保するため、厳正公平な取り締まりに取り組んでいくところです。取締本部によりますと、前回の知事選ではポスターやチラシの掲示や配布違反など12件の警告を行っていて、今回も今日までに看板のサイズをめぐり1件の警告を出したということです。知事選は来月3日に告示、20日に投開票されます。